こんにちは、リュウジコーチです。七海、涼介、ゆずき、徳馬、たくみ、りん、みんみ、元気ですか？今日はオンラインで、マカビウスイチ低学年クラスのスクールを一緒にやってきます。できれば外に出て、一緒にボールを使ってサッカーをやってみてください。はい、じゃあ最初はいつもやってるストレッチからやります。はい、手組んで背伸びいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、横倒して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対、2、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次足開いて、伸脚。この時曲げた方の、足のかかとをつけます。かかとつけてこのまま10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、2、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度はアキレス腱、今度は後ろのかかとつけて、つま先まっすぐ、前の膝曲げます。はい、一緒に行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、2、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら今日は、バランスやります。10秒、コーチと一緒に、いつものバランスこれね、いきます。10秒いきます。用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、逆いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 はい、じゃあ今日は、このバランス以外にもコーチがいつもやってる、コーチも毎日やってます、飛行機のバランスを今度は5秒ずつ一緒にやっていきます。はい、真似して、最初手を横開いてこのまま倒します。倒して地面と上げてる足が水平、この状態で5秒やっていきます。いきます。はい、手を横に開いていきます。はい、1、2、3、4、5。 OK、 難しいけど、はい、反対もいきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5。 はい、できたかな。 OK、 じゃあ、この後はじゃんけんストレッチゲームします。やったことあるはず。豊川コーチお願いします。はい、じゃあ今から2人組で、家族とか兄弟いたら兄弟で、お友達と公園にいたらお友達とでもいいので、2人組になって、じゃんけんします。最初足閉じて、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょあいこでしょあいこでしょ。負けたら足を一足分開いてで、お尻ついたり手ついちゃったら負けです。 OK、 じゃあやってみます。いきます。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、コーチだ。最初はグーじゃんけんぽい、よし。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょあいこでしょ、よし。最初はグーじゃんけんぽい、よし。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょあいこでしょあいこでしょ、よし。やばい。最初はグーじゃんけんぽい、よし。まずい。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、よし。じゃんけん強い。最初はグーじゃんけんぽい、よし。コーチが弱いのか。最初はグーじゃんけんぽい、よし。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。最初はグーじゃんけんぽい、やばい。最初はグーじゃんけんぽい、よし。よし、okay、 という感じで、ストレッチもできて盛り上がりもするので、みんなもやってみてください。じゃあ、一回ビデオ止めて休憩してください。お水。
はい、じゃあ、今からボールを使った練習コーチと一緒にやってきます。 できたら、サッカーボールで外でできたらやろう。でもしなかったら、まあ、ちっちゃいボールか靴下丸めたやつでもいいので、一緒にやってきます。最初いつもやってます。上に投げてキャッチ、上に投げてキャッチ。できる子は高く高く高く OK。 じゃあ練習開始。はい、スタート。しっかりキャッチ。この時なるべく横行かないように足動かさないで真上にキャッチ。あ、真上にキャッチ、真上に投げてキャッチ。はい、じゃあ今からコーチと一緒に5回いきます。いきます、スタート。1キャッチ、2キャッチ、足動かさないように、3キャッチ、できたら高く、4キャッチ、5キャッチ、OK。 はい、できたかな。でもし、家の中で見てて今のできないよっていう子は、手離してキャッチします。手を離してそのままキャッチ、手離してキャッチ、手離してキャッチ。じゃあこれも5回いきます。いきます、1キャッチ、2キャッチ、3キャッチ、離すだけ、4キャッチ、ラスト5キャッチ。OK。 意外とこの離すやつの方が難しいかもしれないから、上できた子はもう一緒にやってみてください。はい、次は、投げてキャッチするんだけど、地面の近くでキャッチ。上投げたら地面の近くでキャッチ、地面の近くでキャッチ、近くでキャッチ。これちょっと難しいはず。いきます、じゃあ練習開始。はい、地面の近く、この時もなるべく足動かさないように、できたら高く、できたら高く、あれ動いちゃった。OK。 はい、じゃあ一緒に5回いきます。1キャッチ、2キャッチ、3キャッチ、4キャッチ、5 OK。 はい、できたかな。はい、じゃあ足やります。いつもやってるやつね。片足のステ、前後に動かします。前後前後、 OK。 はい、練習開始。前後ろ前後ろ、できる子は早く、できる子は早く、できたら大きく、大きくできてる子も早く、 OK。 はい、このままコーチと一緒に5回いきます。いきます、1 2 3 4 5。 OK。 できてる子はコーチが5回やってる間に10回やれるようにしてみてください。 OK。 このままじゃあ横、はい、得意な方の足の横、これも練習、まあ、これはみんなできるはず、できるはずだからやってみて。はい、じゃあ今から5回いきます。できる子はコーチが5回やってる間に10回やってみよう。いきます、1 2 3 4 5。 OK。 できたかな。次は、難しい方の足、難しい方の足で同じ。はい、最初前後ろ、この難しい方の足もできたら最高です。はい、練習開始。はい、さっきと一緒、早い子はできた、早く。はい、じゃあ5回いきます。はい、1 2 3 4 5。 はい、じゃあそのまま横も練習開始。この難しい方の足の横が多分難しいはず。これまでできたら結構いい感じだから、これをやってみよう。はい、じゃあいきます、5回、1 2 3 4 5。 OK。 はい、じゃあこの後組み合わせた技やります。前出したら横、前出したら横、前出したら横で、これができた子は
反対の足も、このまま反対の足もいきます。反対の足も OK。 じゃあこれを片足バージョンを4回やります。4回やるので一緒にやってください。いきます。1 2 3 4 OK。 で、宿題を出します。今やったやつをみんなの宿題にします。前横前横、回数決めないので、この前横をやってるやつを動画をお父さんお母さんに撮ってもらって、コーチに送ってくれたら嬉しいです。で、もしこの片足ね、片足簡単だよって子は両足バージョンをこれね、これを撮影して、送ってくれたら嬉しいです。 OK。 はい、七海、涼介、ゆずき、徳馬、たくみ、りん、みみ、一緒にやってくれたかな。さっき言ったね、動画ももしよければ送ってください。来週またコーチが動画を撮って送るので楽しみにしててください。じゃあまたね、さようなら。